エマニュエル大使というのはシオニストユダヤというのは共産党とつながっているんですね。なので楽天からしてみれば、このトランプさんなんかだとですね、このテンセントとつながっている楽天というのは警戒心を持たれながら見られてしまうんですが、今現在は民主党政権です。で、民主党政権というのは非常にこの共産党とつながりが深いんですね。シオニストユダヤ運動というのはまさに裏に共産党がいてマルクス主義なわけなんですよ。もうアメリカの中でも共和党と民主党というのはだいぶ違いまして、まあ、共和党の中にもですね、まあ、ネオコン軍団というのはいるわけですけども、このネオコンの中心にいるのがまさにシオニストユダヤ。このシオニストユダヤ運動というのは共産党と深いつながりが昔からあるということなんです。で、ここにそれに傾倒しているのがこの参政党の神谷総平氏だということなんですね。その内容を詳しく書いている人がいるんです。それが人種主義、マルクス主義、イスラエルでの米国ユダヤ人の人生ということで、これ1985年ジャック・バーシュタインさんという方が器物イコール共産党であるということを書いているんです。で、その触りの部分はシオニズムは主に東アシュケナジユダヤによって始められた政治運動であると、彼らは何世紀にもわたって社会主義と共産主義の背後に控える主要な勢力なのだ。シオニストの最終目標はシオニストとシオニスト起源の国際的銀行が支配する政府によるワンワールド政府であると。共産主義と社会主義は彼らがその目標を達成するのに役立つ道具に過ぎないと言っているんですね。で、この器物っていうのを皆さんね、私前回の動画でちょっと挙げたんですが、もう一度こちらでですね、お示ししたいと思います。はい、これですね、神谷総平さんのブログなんですが、ここにね、イスラエルの情報がたくさんあるんですよ。で、その中のこの器物編っていうのを、まあ、見ていただきたいんですけれども、これはね、神谷さんがイスラエル研修旅器物編ということで書かれております。で、神谷さんっていうのは去年ですね、まあ、参政党が1議席取って、で、街頭演説では反グローバルって言っていたんですけれども、受かった瞬間にですね、ヤマトユダヤ教会のですね、会合に出て、私は国会議員になるつもりはなかった、これからはイスラエルと日本の架け橋に私はなろうと思いますって、受かった後ですよ、当選した後にこんなこと言っていたんですよ。で、その時私も参政党だったので、ものすごい抗議の電話がいっぱいかかってきました。私たちはその反グローバルで一票を入れたのに、なんで神谷さんはヤマトユダヤ教会とつながっているんだっていうね。で、私たちもそんなこと知らなかったですし、まあ、本当にびっくりしました。別にヤマトユダヤ教会が悪いというわけではないんですが、まあ、その思想としてですね、ヤマトユダヤ教会の会合に出て、イスラエルと日本の架け橋になりたいと言っていたわけですよ。で、まあ、イスラエルにもいろんなイスラエルの方がいると思うんですが、じゃあ神谷さんはどのイスラエルのことを指してああいう活動しているのかっていうと、そのヒントがこのブログの中に書いてあるわけです。イスラエル研修の器物編ということで、今回のイスラエルの旅の一つの目的は、イスラエルで生まれた器物を視察することでしたって書いてあるんですね。で、ここに器物とはヘブライ語で集団集合を意味する言葉、相互扶助と原始共産党主義に基づく共同体コミュニティのことです。ここにね、もうしっかりと共産党主義っていうのが書かれているんです。で、これをまさに神谷さんは見に行きたかった。共産党主義なのってこの時点でも思ってしまいますよね。そしてどの器物もスタートは農業からで、器物の周りには広大な農地があり、その中の一角に生活区域があるということです。で、開拓から始まった器物のメイン産業は農業や酪農で人口数パーセントを占めるに過ぎない。器物がイスラエルの農産物の 40% を生産し、国の自給率、食料自給率 100% を支えています。イスラエルが誕生したその器物を、大きな役割を担っていたこの器物を見に行きたいということで、このいった感動をした様子をですね、ブログの中で書いているわけですね。さらに、入植当時はお金がなく、シオニズム運動を支援する団体や特殊化からの寄付で活動し、1950年代になんとか農業で生計が立てられるようになったとのことでした。質問で、器物のメンバーになるのはどうしたらいいのかと聞くと、評議会に申請を挙げてもらい、審査が通れば1年間の試験採用で1年後の再審査で合格すると器物のメンバーになれるということだと。また、器物内のルールは全てのメンバーの投票で決めていきます。同じ共産主義と言っても中国共産党とは違うよとガイドの方が 笑って話しておられましたということなので、まさにこの器物イコール共産党なんですね。自分のブログの中でも書いているんです。そして、このようなイスラエルとの架橋になりたいと参政党がですね、1議席取って国会議員になった後、すぐにこのような話をしたわけですよね。つまり神谷さんというのがどういう思考の人なのかっていうのがこれでわかると思います。そして、このシオニスト運動のユダヤ人として有名なのがまさにこのエマニュエル大使なんです。彼のお父さんはこのシオニズム運動のですね、一人、そして、このパレスチナ入植にあたりですね、活動を行ってきた、まあ、このようなバリバリのシオニストであるということなんです。まあ